形状記憶物質。形状記憶物質とは、ある特定の温度で決められた形状に復元する性質を持った物質のことである。例えば、形状記憶合金でできたこの針金は、まっすぐに伸びた状態が記憶されている。そのため、こうして形を崩しても、約60度以上の温度を与えれば、元の形に復元する。また、このフィルムは形状記憶ポリマーと呼ばれる物質でできている。普段は硬い素材だが、お湯につけると柔らかくなり、手で引き伸ばすことができる。しかし、この変形してしまったポリマーに再び同じ温度を与えると、元の形に復元する。次に、形状記憶合金を使い、こういったバネを作ってみた。この縮み切った状態を記憶させてある。ここでこのバネを大きく引き伸ばし、台に引っ掛け、下に小さなろうそくを吊り下げる。そしてこのろうそくに火をつけると、果たしてどうなるか。炎で熱せられたバネがじゅんぐりに縮んでいき、ろうそくを持ち上げていく。さらに、このバネを使ってこんな装置をデザインしてみた。アルミでできたレールが2本の形状記憶合金製のバネで支えられている。このレールにろうそくを乗せたろうそくカーを乗せる。そしてこのろうそくに火をつけ、左のバネの下に移動させる。するとどういうことが起こるだろうか。もう一度状況を整理してみる。形状記憶合金でできた2本のバネ、アルミのレール、その上にろうそくカー、そしてレールの両端にはろうそくカーを止めるためのストッパー。この時、火をつけたろうそくカーを左のバネの下に置く。すると、どういうことが起こるか、想像できるだろうか。では、やってみる。バネの下に来たろうそくカーは、その炎でバネを熱し、縮ませる。そして、レールの傾きに耐えられなくなったろうそくカーは、もう一方のバネの下へと下っていく。ろうそくカーが下にいなくなったバネは、縮むのをやめ、今度は逆のバネがろうそくの炎に熱せられ、縮んでいく。こんなことが、延々と繰り返されていく。バネが元の形状に戻るまで。
創造せよ。未来の科学者たち、NIMS。